ディーゼル車を手軽にパワーアップできるサブコン F コン D にさらなる上級モデル F コン ID が登場しました。この F コン ID はディーゼル車の燃料を増量することでパワーアップをするサブコンです。 F コン D ではメイン噴射の燃料を増量しパワーアップを行ってきましたが、さらにこの F コン ID では燃料の噴射増量を行うのはもちろんのこと、コモンレール圧も調整することができ、燃料をより多く吹くことができます。ディーゼルエンジンは燃料を多く吹くことで出力を上げることができますので、F コン D よりもさらなるパワーアップが図れます。この F コン ID はハイエース用のデータが入ってますので、ポン付けすることで手軽に出力を上げることができます。さらにこの復帰カプラーが付いておりますので、ワンタッチでノーマルに戻すことができます。それでは早速 F コン ID を装着してどれだけパワーが上がるか、パワーチェックを行いたいと思います。まずはじめに 2KD エンジン 2.5 リッターのエンジンを積んだ、こちらの車両からパワーチェックを行いたいと思います。パワーチェックが終わりました。結果は、ピークで128馬力、ノーマルが87馬力ですので、約40馬力ほどのパワーアップになってます。でさらに F コン D が、113馬力なので約15馬力ほど、パワーアップしています。はい、続きまして 3L1KD エンジンを積んだこちらのハイエースのパワーチェックを行います。はい、3リッター 1KD エンジンのハイエースのパワーチェックが終わりました。F コン ID を装着して、183.5 馬力、ノーマルが 124.8 馬力ですので、約60馬力ほどのパワーアップになってます。また F コン D では172馬力でしたので約10馬力の出力アップを達成します。1KD、2KD 用の F コン ID はもともとデータが入ってますので、そのままポン付けすることで先ほどの出力が得られます。また全国のパワーライター店ではこのように専用パワーライターを使ってリセッティングを行うことができます。まあ、例えば仕様、エンジン仕様が変わったりとか、もうちょっとパワーを上げたいとか、そういったニーズにもお答えできるのが F コン ID です。先ほど車種台ではこの 2.5 リッターの 2KD エンジンを積んだこの車は40馬力アップしておりましたが、40馬力上がってますと実際に実装工場ではかなり体感ができます。このように40馬力のパワーアップはどなたでも体感できるはずです。追い越し時のかったるさや坂道での加速の鈍さが解消され、機敏な走りに生まれ変わります。このように手軽にパワーアップできる F コン ID ですが、燃料増量というとちょっと燃費ですとか黒煙が多くなってしまうんじゃないか、ちょっと気になるところですが、燃費が極端に悪くなることはありません。車内テストでは街乗りにおいてノーマルとほぼ同等の燃費を実現しています。黒煙についてですが、燃料を吹きすぎると黒煙は出やすくなるんですが、この F コン ID を開発する中で黒煙が出にくい、その範囲内でのセッティングを行いまして、その範囲内で一番出力が出るセッティングデータを入れてあります。
ですので安心してご使用いただけます。